GTP-GDP、グアニンヌクレオチド交換因子とは、グアノシンにン酸の放出を促進して、グアノシンリン酸を結合させることによって、g t p アーゼの活性化を行うタンパク質、またはタンパク質ドメインのことである。様々な関連のない構造ドメインが GF としての活性を有することが示されている。一部の GF は、複数種類の g t p アーゼを 活性化することができるが、その他は一種類の g t p a r ゼ e に対して特異的に機能する。GF による g t p a r ゼ e 活性化の模式図グラニンヌクレオチド交換因子は g t p a r ゼ e の活性化に関与するタンパク質やタンパク質ドメインである。g t p a r ゼ e は細胞内シグナル伝達経路において分子スイッチとして機能し多くの下流のターゲットを持っている。 最もよく知られている g t p ア r ゼはラススーパーファミリーであり、細胞の分化、増殖、細胞骨格の組織、小胞輸送、核輸送といった必須の細胞プロセスに関与している。g t p ア r ゼは GTP を結合しているとき活性化状態、GDP を結合しているとき不活性状態であり、その活性は GF と GTP アーゼ活性化タンパク質によって制御される。GTP アーゼからの GDP の乖りは、極めてゆっくりとしたものである。GF の結合によって、基質の GTP アーゼからの GDP の乖りが触媒され、その位置に GTP 分子が結合する。GF は GDP 乖りの促進のために機能し、細胞質の GTP、GDP 比は10。 位置と GTP の方が、はるかに高いために、GTP、アーゼから GDP が乖離した後、一般的にその位置に結合するのは GTP である。GTP、アーゼへの GTP の結合によって、GF が乖離し、GTP、アーゼが活性化される。このように GF は、GTP、アーゼと GDP との相互作用を不安定化するとともに、 GTP 分子が結合するまで、ヌクレオチドが結合していない状態の GTP、アーゼを安定化する。キャップは反対に GTP、アーゼの GTP 加水分解速度を増加させることによって GTP、アーゼを不活性化する。GDP は GF によって乖離が促進されるまで不活性状態の GTP、アーゼに結合したままである。GF の極材によって 特定の GTP、アーゼが細胞内のどの場所で活性化されるかを決定することができる。例えば、ランの GF である RCC1 は核に一方、ランゲイップは細胞質に存在し、タンパク質の核内、核外輸送を調節している。RCC1 は核内でタンパク質の核外輸送のために、ラン GDP をラン GTP に変換し、活性化する。 細胞質に移行し、ランゲイップによって、ラン GTP が、ラン GDP に変換されると、積みにタンパク質は下ろされる。GTP アーゼ活性化のメカニズムは、GF ごとに様々である。しかしながら、GF が、どのように、G タンパク質のヌクレオチド結合部位のコンフォメーションを変化させるかについてはいくつかの共通点がある。GTP アーゼはスイッチ1。 スイッチ2と呼ばれる2つのループ領域を持っており、これらは結合したヌクレオチドの両側に位置している。これらの領域と GTPR ゼノ P ループはヌクレオチドのリン酸元とハイマグネシウムイオンと相互作用しヌクレオチドが高いアフィニティで結合するよう保っている。GF の結合は GTPR ゼノ P ループとスイッチ領域のコンフォメーションを引き起こす。その一方、 残りの部分のタンパク質構造は大きく変化しない。GF の結合は物理的にマグネシウムやリン酸の結合部位を塞いでしまうが、塩基部分が結合する領域はアクセスが可能である。GF が GTP、RZ に結合したとき、リン酸基部分が最初に解放され、GTP 分子が入ってくることによって GF は置き換えられる。この基本的なスキームは GF に共通であるが、 g t p アーゼの領域との個々の相互作用の様式についてはそれぞれに異なっている。いくつかの GIF は一種類の g t p アーゼに対して特異的に働くが、他のものは複数の g t p アーゼの機質を持っている。ラススーパーファミリーの g t p アーゼは異なるサブファミリー間でも共通した GTP 結合ドメインを持っているが、GIF の方はこれは当てはまらない。 異なるファミリーのジーフが異なるラスのサブファミリーに対応する。ジーフの機能ドメインはファミリー間で構造的類似性がなく配列にも相動性がない。これらのジーフドメインは類似した機能と機質を持つにもかかわらず進化的に無関係であると考えられる。c d c 十五ホモロジードメインもしくはラスジェフドメインは多くのラスのジーフの触媒ドメインであり、 ラス GTP、アーゼを活性化する機能を持つ。CDC25 ホモロジードメインは約500アミノ酸から構成され、出が酵母、サッカロミセスセラビシの CDC25 タンパク質に最初に見つかったものである。DBL 型のロージェフは、新核生物の起源の時点から存在し、高度に適応的な細胞シグナリングの中海因子として進化した。 人では71種類の DBL ロージェフが同定されており、20のサブファミリーに分類される。この71種類は初期の脊椎動物にはすでに存在しており、20のファミリーのほとんどは初期の後生動物にすでに見られる。哺乳類の DBL ファミリータンパク質の多くは組織特異的であり、構成動物における DBL ファミリータンパク質の数は、 細胞シグナリングの複雑さと比例している。DBL ホモロジードメインとプレックストリーン。ホモロジードメインは、ほとんどの DBL ファミリーのメンバーに存在し、ロージ TP、アーゼに対する GIF として働く。DH ドメイン、もしくはロージ F ドメインは、GIF としての触媒機能を担う。PH ドメインは、DH ドメインの細胞内ターゲティングに関与している。一般的に、 pH ドメインは、リン死質との相互作用を通して膜への結合を調節すると考えられているが、その機能は、タンパク質ごとに異なると示されており、また、この pH ドメインは、ロージェフ以外のタンパク質にも存在している。pH ドメインは、dH ドメインの C 末端の直後に位置しており、ほとんどの DBL ファミリータンパク質において、この2つのドメインが活性に最低限必要な、 構造的ユニットとなっている。DHR2 ドメインは、ロージェフのうちのドックファミリーの触媒ドメインである。ドックファミリーは DBL ファミリーとは別のグループであり、DH ドメインとは構造的にも配列的にも関連性はない。これまでに11のドックファミリーのメンバーが同定されており、ダックと CDC42 に対する活性によってサブファミリーに分類されている。 ドックファミリーのメンバーは細胞輸送、形態形成そして食作用に関与している。DHR2 ドメインは約400アミノ酸から構成される。これらのタンパク質はもう一つの保存された領域である DHR1 ドメインを持っており、これは約250アミノ酸から構成される。DHR1 ドメインはいくつかの GF において膜極材に関与することが示されている。 セック7ドメインは ARFGTPRZ に対して GF 活性を示すドメインである。ARF タンパク質は消法輸送に関与している。ARF の GF は全体配列は多様であるが保存されたセック7ドメインを有している。この200アミノ酸の領域は酵母のセック 7P に相当である。GF はしばしば上流のシグナルに応答した。 アダプタータンパク質によってリクルートされる。GIF は複数のドメインからなるタンパク質で、これらのドメインを通じて、細胞内の他のタンパク質と相互作用する。アダプタータンパク質は GIF の触媒ドメインのそばで、他のドメインと相互作用することによって GIF の活性を調節する。例えば、マプックアーク経路におけるラスの GIF である SOS1 は、 EGF 受容体の活性化に応答した、アダプタータンパク質 GRB2 によってリクルート、される。SOS1 は GBR2 への結合によって、細胞膜へ極在化され、膜に結合したラスを活性化する。他の GF、例えばローの GF であるボーブ1は、上流シグナルによってリン酸化されて活性化される。キャンプやカルシウムのようなセカンドメッセンジャーも GF の、 活性化に関与することがある。GIF と複数の GTPRZE のシグナル、伝達経路の間で、クロストークが行われることも示されている。例えば、SOS は CDC25 ドメインに加えて DH ドメインを持っており、ラ a s に対する GIF としての役割だけでなく、ログトップアーゼであるラック1を活性化する GIF としても機能する。そのため、SOS は、 ラスファミリーとローファミリーのシグナル伝達経路のリンクとなる。ジーフは多くのシグナル伝達経路、とりわけ細胞増殖に関する経路における役割のためにがん治療の潜在的な標的となる。例えば、マプク、アーク経路の変異によって引き起こされる制御されない成長が多くのんの原因となっている。ジーフである SOS1 はラスを活性化する。ラスの標的は ラフキナーゼであり、ラフは多くのンで変異が見られる癌源遺伝子である。ローの GF であるボーブ1は EGF 受容体によって活性化され、膵い臓癌の増殖を促進することが示されている。GF は GTP アーゼの活性化を通して、これらの経路を制御する役割があるため、潜在的な治療標的となっている。ありがとうございます。